中心ヨハネスはグリム童話の一つ、忠義者のヨハネスなどとも訳される。ある王の下にヨハネスという男が仕えていた。忠実なヨハネスは王からの信頼も厚く、自分が死んだら息子にこの城のすべてを見せてやってほしい。ただし一番奥の部屋だけは見せてはいけない。あの部屋には金のお城の王女の肖像画が飾ってあり、一目で恋に落ちてしまう。 そのために災難に遭うだろうと遺言をされていた。王が亡くなると、ヨハネスは遺言の通りにするが、新しい王は、好奇心に負け、奥の部屋を開けてしまう。金のお城の王女を愛してしまった王は、ヨハネスと共に、あらゆる金彩貧品を船に乗せて王女に会いに行く。商人のふりをして、王女を船へ誘い寄せると、そのまま出港して、王女を連れ去る。王女は、 誘拐されたことに衝撃を受けるが、自分を拉致した相手が商人ではなく王であると知ると、結婚を承諾する。しかし、その基とで、ヨハネスは、へさきでサンバのカラスが歌っているのを聞く。それは、これから王を待ち受ける三つの困難の話で、誰かが身代わりになれば王は助かるが、このことを告げようものなら、そのものは石になってしまうということだった。ヨハネスは、主人の幸せのために、 自分の命を投げ出すことを決意する。陸に上がってから、ヨハネスが何度も、王を遮っては不可解な行動をとるので、周囲はヨハネスを不審に思う。最初のうちは、王がかばっていたが、結局ヨハネスは牢に閉じ込められ、公式刑を言い渡される。刑の執行直前に一度だけの弁明を、官令によって許されたヨハネスは、これまでの気候は全て王を守るためだったと告白。 王は直ちに斜面を決めるが、一瞬遅く、報復の呪いを受けたヨハネスは石にされてしまう。王と王妃は嘆き悲しみ、ヨハネスの像を寝室に置いて痛むことにする。ある日、王が王妃の外出中、寝室で遊ぶ、双子の王子を眺めながら、ヨハネスが生き返ってくれたらとため息をつく。すると、ヨハネスの像が、二人の王子の首をはね、その地を私に塗ってくだされば、 生き返ることができますと喋る。王は驚き、悩み苦しむが、ヨハネスの忠義を思い起こし、子供の首を跳ねて石像に血を塗る。蘇ったヨハネスは、あなた様の真心は無駄になりませんと言うと、子供の首を胴に乗せ、傷口に血を塗りつける。子供も生き返り、喜んだ王は、王妃が帰ってきたのを見て三人を隠し、子供を犠牲にすればヨハネスは生き返ると伝えた。 王妃が自分と同じ考えなのを知ると王は三人を王妃に見せ、皆で幸せに暮らす。ありがとうございます。